85年前の1933年にフランスで祖父が創業した乳製品の製造業ラクタリスの3代目社長。彼は29歳の時に父の死により事業を継承。それから10年でグループを国外にも拡大し4倍もの売り上げを達成した。スイスのネスレ、同じフランスのダノンに続く乳業の巨大グループラクタリスの筆頭株主。資産は 14.7 ビリオンドーラーズ、 1.66 兆円。彼の名前はエマニュアル・ベニエ。それでは億万長者の3つの資源をどうぞ。私たちは危機から学び、より強い衛生管理システムを構築するでしょう。私たちは危機から学び、より強い衛生管理システムを構築するでしょう。私は質素で汁深い家庭で育った。だがそれはマイエンヌ地方の風土でもある。私は質素で汁深い家庭で育った。だがそれはマイエンヌ地方の風土でもある。あくまで仕事や行動が先になり、言葉はその後になります。あくまで仕事や行動が先になり、言葉はその後になります。以上、億万長者エマニュエル・ベニエの3つの資源でした。